オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州、シドニー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1997年1月19日にミネソタツインズと契約。2000年は A 級フォートマイヤーズリバーバンディッツでプレー夏にはジェフ・ウィリアムスらと共にシドニーオリンピックのオーストラリア代表に選ばれた。2001年は A 級ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎え。 7月22日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの5回表1死から2番手として登板し1.2回を投げ1安打1失点だった。2004年は36試合に登板し4勝1敗。2005年はトミー・ジョン手術の影響で全球した。12月21日に FA となった。 2006年1月12日にシンシナテレッツと契約。7月に A 級デイトンドラゴンズで復帰した。8月からルーキー級ガルフコーストリーグレッツでプレーし、8月下旬に A 級サラソタレッツへ昇格した。2006年10月5日にウェーバーでミルウォーキーブルワーズへ移籍。2007年7月17日にメジャー 7月18日に復帰後初登板したものの、7月27日にディフェとなった。2007年7月28日にセス・マクラングとの交換トレードでタンパベイデビルレーズへ移籍した。2008年は開幕はマイナーで過ごしたものの、5月にメジャー昇格すると今までの課題だった。 請球難を完全に克服し、95マイルから97マイルの高速球を武器に、ほぼ、フォーシームのみで三振が奪えるリリーフ陣の絶対的な切り札として大活躍。レイズの強力な救援陣の一角を JP ハウエルと共に担い、球団初の地区優勝、リーグ優勝に大きく貢献した。また、自身にとっても初となる防御率1点台を記録した。 2009年は第2回 WBC のオーストラリア代表に選出されていたが、球団の要請で辞退している。シーズンではチームトップの73試合に登板。2010年は57試合に登板した。11月1日に FA となった。アスレチックス時代2011年1月18日に、オークランドアスレチックスと2年810万ドル。 三年目は450万ドルのオプションで契約を結んだ。2012年は3月にブライアン・フエンテスに代わる新クローザーに指名されたが4月末から5月初めにかけてセーブ失敗が続きクローザーの座から外れる。8月から再びクローザーとなってからはセーブ成功率100%と安定していた。 シーズン最後の対テキサスレンジャーズ戦でも参戦すべてに登板し、最終戦ではチーム6年ぶりの地区優勝の胴上げ投手となった。10月29日に球団が2013年のオプションを行使し、残留が決まった。2013年、オーストラリア出身の選手としては1999年のデーブ・ニルソン以来2人目となる MLB、オールスターゲームに出場し、 アメリカンリーグの5番手として登板し1イニングを無失点に抑えた。7月8日、ピッツバーグパイレーツ戦でセーブを記録し、前年5月5日、タンパベレーズ戦より続く連続セーブ記録を41とし、球団記録を更新した。この記録は7月23日ヒューストンアストロズ戦まで続き、記録は44まで続いた。オフの10月31日に FA となった。 2014年1月23日にフルス、レイズと2年総額1200万ドルで契約に合意した。開幕からクローザーで起用され12セーブを挙げたが不安定な投球が続いたためクローザーの座をジェイク・マッキーに明け渡した。シーズンでは7年連続50試合以上となる65試合に投げたが防御率4.91と脱三振率8.2はいずれも7年で ワーストに終わり、実力低下が見え隠れしたシーズンとなった。2015年2月4日にはオーストラリアで野球殿堂入りした。4月19日にディフェとなり、28日に解雇となる。5月5日にマイナー契約でレイズと再契約したが、27日に自由契約となる。2016年4月29日に現役引退を表明した。 ありがとうございます。